大友竜太郎、大竜太郎、大友竜太郎、1912年、明治45年6月5日から1985年、昭和60年9月27日は、山口県出身の俳優。本名は、中富正造。新国劇出身。戦後の東映時代劇映画で、数多く主演を務めた剣豪スター。晩年は、テレビの現代劇でも活躍した。 父親は山口県柱島、原岩国市出身。母親は広島県の三島、を、江枝島市の出身で、大は母親の実家に近い広島市中の棚、現在の同市中区立町付近で生まれ、父親は出生届を柱島で出した。生後間もなく柱島で育ち、小学校3年から5年までは山口県や城島、周防大島、 原道県大島郡で育った。1935年、昭和10年、松山中学、現、愛媛県立松山東高等学校卒業後、大阪へ出て、新国劇に入り、辰巳隆太郎に指示。同じ松山中学出身の映画監督、伊藤大輔から、大輔の名を譲り受け、中富大輔の芸名で、初舞台を踏む。1936年、 昭和11年、新興キネマ、京都撮影所に招かれ、山本周五郎原作の、青空老子の主演で華々しく映画界にデビュー。この時、死の辰巳龍太郎から、龍太郎の名を譲り受け、芸名を、大太郎とした。1937年、昭和12年、佐賀海病殿に、主演、映画は、大ヒットとなり、一役、スター俳優の仲間入りを果たす。 1942年、昭和17年、各社合併で、大英京都撮影所所属となり、大英創立第一回オールスター超大作、維新の曲に、坂本龍馬の暗殺者である、佐々木忠三郎役で出演する。1943年、昭和18年、太平洋戦争に伴い招集を受け、満州方面を転戦する。1946年、 昭和21年、敗戦に伴い復員するが、GHQ が発布した、剣劇映画禁止令により、活躍の場を奪われ、すぐには、時代劇映画スターに帰り咲くことができなかった。この時期、嵐勘十郎や片岡千恵蔵ら王補書も、同様に、時代劇での仕事の場を奪われ、現代劇に活路を求める状況であった。1947年、昭和22年、 チャンバラ場面のない天下の五一見番を一見する男の主演で戦後映画界に復帰するも同年と翌年を含めた出演作は年四本に止まり合間を地方巡業での芝居小や出演などで成形を立てる不遇な時期が続いた1950年昭和25年 GHQ の禁止令解除に伴い剣劇映画の世界へ戻る同時に大柳太郎の 呂を、明に変え、大柳太郎に改名。その背景として、戦後なかなか主役の座に返り咲けず低迷し、これでは師匠の名を名乗るのは、おこがましいと考えたからという。同年、片岡智恵蔵主演作の、日本 G メンや、入れ墨方眼出演。この時期から、しばらくの間、東横映画での助演を多くこなした。1953年、昭和28年、 東映京都撮影所制作、山田鈴教演の加賀騒動、佐伯清監督は、当時新聞連載の人気小説を原作としたことも、あり、その重厚な作風とも相まって、大の演技にも注目集まった。同年、主演した、解決黒ずきんが、大ヒット。黒ずきん役者として、子供たちの人気の的となり1954年、昭和29年からの、 新諸国物語を推動時シリーズでは、霧の小次郎役で、さらに人気博した。以後もヒット作に恵まれ、戦後の時代劇映画観客動員でトップを走る、東映時代劇スターの一角を担うまでになる。剣劇俳優として、最も重要な、殺人の鮮やかさは誰もが認めるところで、また、乗馬技術があり、当時、片岡チ千里、市川歌い物の量を歌い、 中村金之助、安千代之介、大川橋蔵の三羽ガラスよりも稼ぎ頭だとささやかれたほどの人気ぶりだった。1957年、昭和32年、4月に日本で初となるシネマスコープ作品として公開された大鳥城の花嫁、松田貞治監督に主演。ユーモラスな演技で大成功を収めるなど、柔軟な役どころで、 戦前の進行キネマ、大映画時代の自身をしのぐスターの地位を獲得。戦前からのスター俳優の多くが、戦後は脇に回るケースが多い中で、特筆に値すると評される。6月に、あだ総ち創前寺ば牧野正弘監督公開。同作は翌年京都市名称でトップとなり、大は、男優賞を受賞。1958年、昭和33年。 あだうち総前寺、ばば、1957年、牧野正宏監督での演技により、京都映画祭主演男優賞を受賞。同年、シネマスコープ、東映スコープ公開1周年記念として、制作された、丹下左前シリーズでの丹下左前役、翌1959年、昭和34年、推理物の時代劇、部門、鳥物町シリーズ第一作、片目の狼でのむっつり、 うも役を演じ、当たり役とし、解決黒ずきん役と合わせて3つのヒットシリーズを持つ、時代劇の大スターとして活躍。しかし、1960年代半ばに、東映画、時代劇映画の制作を休止したため、主にテレビ時代劇に活動の場を移す。主演作に、サムライ美脚、1971年、レギュラー出演作に、アコーロー氏 奥玉五太夫を演じたアミガサ十兵衛、1974年、水戸家家老、山延兵庫を演じた、水戸コ文などあるが、すでに老齢に達しており、ゲスト出演が主となっていた。新国劇などの舞台にも復帰したが、やはりゲスト助演が主であった。テレビでは、時代劇と並行して、現代劇にもわずかに出演していたが、1979年、 昭和54年、NHK の文化庁芸術祭優秀、小受賞作品、親切への出演を境として、現代劇での老人役が増えていく。1980年の、なっちゃんの写真館には、ヒロインの祖父役で出演した。1981年、北の国からでは、フラノに生きる孤独な老人を演じた。続いて、小津康二郎の映画、 東京物語のドラマ版リメイクである、新、東京物語、1982年にも出演、以降多くの現代劇において、老人役として人気俳優となった。加えて、撮影現場での気まじめゆえのユニークなエピソードが、タモリやビートたけしらによって、テレビやラジオで紹介され、自身もバラエティ番組に進出するなど、タレント業もこなした。 1980年代前半には、テレビドラマを主軸とし、老齢ながらも、売れっ子と言える活躍をしたが、セリフ覚えに苦労するようになり、老人性地方症にかかったと悲観し始め、不眠症にも悩まされるようになる。杉良太郎らが大のセリフ覚えの悪さを愚痴って、板野のを本人が聞いてしまったともされる。1985年、昭和60年9月27日、 東京都港区の自宅マンション屋上から飛び降り自殺。この日の午前8時30分、ダイは管理人に鍵をもらって、地下の個別の倉庫へ入ったが、様子がおかしいと妻が、管理人を呼び二人がかりでダイを部屋へ連れ戻した。しかし、妻と管理人がダイを病院へ連れて行くかどうか、相談している隙をついて部屋を抜け出し、屋上から飛び降りた。部屋には、妻と 10月から放送の新番組で、レギュラー出演予定だった、テレビドラマ、ハーフポテトな俺たち、日本テレビのプロデューサーに宛て遺書が残されていた。映画、タンポポ、伊丹十三監督が大の遺作となった。死の前日には、大自ら伊丹に電話をかけ、自分の出番がすべて撮影済みであることを確認している。長男は作曲家で、ジャズピアニストの中富正幸。 劇中では合法雷楽な役柄が多かったが、俳優としての実像は気真面目で神経質ともいえ、師匠である、辰巳龍太郎の前では修正、膝を崩すことがなかったという。また、武骨さを表して評判は悪くなかったのだが、実際に舌が長かったらしく、セリフ回しが悪いことを常に気に病んでいたとも言われる。アフレコができず、大人術映画渡り、1966年では、 このため撮影が進まず、船床佐田監督を困らせている。牧野正弘によると、大柳太郎は、正直のところ演技がまずく、大鈍太郎というあだ名が付けられていた。大の死である、辰巳龍太郎は、後年、徹子の部屋に出演した際、大の自殺について、皆に迷惑をかけるからと言って死んだらしい。だが、竜太郎の妻をはじめ誰も迷惑だと思っている者は、 いなかった。自分を含め関係者は、竜太郎は何を勘違いしたのだろうと、不可解な気持ちだったという趣旨の話をしている。伊丹13はドキュメンタリー映画、伊丹13のタンポポ撮影日記、1985年の中で、大友さんはセリフを忘れるのではないか、と知るのではないかという不安が非常に強い俳優だったのではないと思う、というナレーションと共に、 大友が撮影を待つ間も絶えず何度もセリフを繰り返している場面を映し、まるで彼の心の中に叱る人が住み続けていて、常に彼を脅迫し続けているかのごくだったと述べている。不器用な人柄と評される一方、文人としての一面も持つ。松山中学で同級生であった戦後日本廃談のオス、石田派京に最初に工策をするよう進めたのは題であったと伝えられている。 戦前には、自身初の苦集《なぎさも上司。また、1980年に出版された、歌集、昭和万葉集、講談社には大の歌が4種収録されている。松山第一人女小学校、松山中学校時代の同級生には、すのうちトールがいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。